マスクの下は笑顔です。笑顔です。笑顔です。皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。ご無沙汰しております。YouTube チャンネル動画更新めちゃくちゃサボってます。本当にごめんなさい。YouTube をご覧の皆様にとってはですね、お滝沢勝成最近全然動画更新してないじゃないか、サボってんじゃないかっていうふうに思ってるかもしれないんですけども、すいません、サボってるんですが、それ以外のことをですね、すごいもうアクセクと、頑張らせていただいております。例えばそれの一環としてですね、私去年からですね、滝沢プロダクションなどというですね、プロダクションみたいなのを立ち上げることに至りまして、私を含めて、3人ほどですね、そのシンガーソングライターギタリストをですね、やっておりまして、ちょっとその中の1人が先ほどプリプロというかレコーディングでね、来てくれてたんで、おいおいちょっと動画撮ろうぜみたいな感じでちょっと来ていただいております。ご存知の方もちらほらいらっしゃるかもいらっしゃるかもしれませんけども、滝沢プロダクション所属のシンガーソングライター赤嶺さえさんです。シンガーソングライター、はい、シンガーソングライターです。ギターを弾く、はい、歌を歌う、歌います、曲を書く、はい、っていう人です。はい、っていう人です。っていう人ですっていう言い方もないですけどね。こうさえちゃんっていうこと、あと他にかけるくんっていう歌を歌う男の子と、あと知ってる方も多いと思うんですけども、いのけんっていう、ギタリストがいて、そのメンバーでですね、最近結構イベントやったりとか、お店の営業やったりとか、あとオープンマイクやったりとかしてですね、結構もうわたわたしてるんですよ。結構忙しいんですよね。なんか忙しいですね最近。おかげさまでね。どうそのバタバタ加減、楽しい、大丈夫？楽しんでいただけてるかが心配ですけど、私は楽しいですよ。はい、よかった。なんかちょっと最近私人使いが荒いなってちょっと自分で思ってるんですよ。いや。本当ですか？はい、そんなことないです。なんかそういうさえちゃんとか心の中でチッとかって思ってないかなって。そんな怖い女ですか？いや、思ってないです。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。だんだん日を増すごとに、なんかこいつ一つか荒くねえかみたいな感じで思ってないかなと思って。いや嬉しいですよ。あ、本当ですか？はい、よかったです、よかったです。でもすごいちょっと皆様に、来てくれる方に楽しんでいただけてるかなみたいなふうに余裕があるんですね。いやでもそのためにやってますからね。ありがてえ、ありがてえ、ありがとうございます。いや、何の話だっけ？最近忙しい話ですか？そうですね、最近、そんなことをしてたりとかします。で、そんなね、メンバーがいるんですけども、実はですね、近々で大変に申し訳ございませんが、6月10日から、名古屋、京都、大阪の関西を回る滝沢プロダクション1周年ライブツアーをやります。わーい。さえさん、今日は何日ですか？6月5日です。あら、5日後から。はい。5日後から。ツアーですか？はい、もうすぐです。大変ですね。そうなんですよ。本当ね、もうこういうのをね、2ヶ月前ぐらいに多分動画としてね、お知らせをしなきゃいけなかったんですよ、本当は。はい。けれども、ちょっと私がもうめちゃめちゃ、もうわーみたいな。はい。もうすごい大変そうだなって思ってたでしょ？そうですね、思ってました。わーってなってったら、6月5日ですよ。だからもう皆様にとってはですね、そんな急に言われても困っちゃうっていう人も多いかもしれないんですけども、でも中にはですね、名古屋来るのか、京都来るのか、大阪来るのか、じゃあちょっと行っちゃおうかなみたいなふうに思っていただける方も多いと思いますので、ぜひともそれぞれの会場遊びに来ていただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。詳細は概要欄の方にちゃーっと書いてありますので、興味があったらぜひポチッとチェックしていただけたら嬉しいです。軽くじゃあなんか紹介でもさせていただきましょうか。はい。うちのメンバーを今回のツアーを回る、こんなツアーに来てくれたらこんな人たちの歌が聴けちゃうよみたいな、滝沢プロダクションメンバー紹介、わー突然始まるんですね。始まります。ついてこれるかな。すいません。赤嶺さえさんでございます。赤嶺さえです。はい、先ほどお伝えしましたけど、ギターを弾いてですね、歌うんですけども、またこうね、ギターがすごく渋くて、何のギターをお使いなんですか？ギブソンの B25、1963年のやつを使ってます。すごい、1963年ですよ。あんた何年生まれですか？1998です。わお。思ったよりも分かった。あ、本当ですか？わお。63年代で僕よりも20個も年上ですよ。あ、本当ですか？僕今38なんで58歳ってことか。58歳、あのギター、すごいっすよね。そのヴィンテージに行き着いたのはなぜ？ギブソンを買うならヴィンテージだろうって思いましたなんですかね、なんかまあ僕のその斉さんの印象としてはですね、まあ、どういうアーティストかというと一言で申しますとひねくれてるっていう感じなんですけども、だからそのギターのチョイスからしてもなんかちょっと垣間見えるって思いませんか本当ですか、そこに出てますか。そうですそうです、うん、だってなんかね、まあ、ちょっと例えばだけどね、なんかこの若い女の子シンガーソングライターっていうとなんかね、コールクラークとかさ、なんかテイラーとか、そうですね、多いですね。なんかヤマハとかっていうイメージがなんかすごく多いですね、はい、でその中でもギブソン行くっていうのもちょっとすごいなって思うしその中でもねヴィンテージっていう選択肢でそのかけるくんが言ってたのがその斉さんの曲はお酒が飲みたくなるって曲が多いって言ってて褒められてるんですかね、さっきからいや、すごく褒めてます、すごく褒めてます、まあ、すごいだってストレートとか嫌じゃないですか。お前斉さんはすごくこのキュートで可愛くて素直でうんたらかんたらとかって言われたらちょっとなんかしゃらくせえなと思いません思いますねひねくれてるぐらいがちょうどいいんですよ。はい、ありがとうございます、そっちの方が面白い。そっか、褒めてんのかなこれはでも僕の中で最大限に褒めてます。ありがとうございます。はい、僕の中で最大限に褒めております。はい、そんな曲でございます。で、斉さんはですね、TikTok とか Twitter とかやってらっしゃるので、もし演奏を聴きたいなっていう方はですね、まあ、チェックしていただいて、土曜日はですね、ツイキャス、はい、7月から火曜日になるみたいですけども、はい、土曜日はツイキャスライブか、そうですね、やったりとかしてるみたいなので、よかったらチェックしていただけたら幸いでございます。はい、で、かけるくんは男の子でギターを弾いて歌うんですけども、なんかザ・ドストレートっていうなんかすごいもうなんかもうすごいまっすぐな、はい、眩しいっていうぐらいの確かに眩しいかもしれないで、あーってなっちゃうぐらいのすごい素直な子でございますね。もちろん歌声もすごい素晴らしくてですね、もう上手だし、もうね歌声も素晴らしくていいんだけども、何気にギターもすごく上手でですね、結構なんかコードとかそのタウンの入れ方とかですね、なかなかこうトリッキーなことをしておっていう感じがあるんですよ。井上さんもね、時々そのかけるくにね、なんかね、なんかギターもうめえのかよチンみたいな感じのことをたまに言ったりとかしてるんですけど最近井上さんかけるくに当たり強いからね。強いですよね、なんか好きあらばなんかいじるってすごい言ってるからね、まあ、そんな感じのねギターもすごいテクニカルなんですよ。だからギターをね弾く方すごく多いと思うんですけどね、結構かけるくんは歌も楽しめるし、まあ、そういう演奏もねすごい楽しめるかと思います。斉さん的にどうですか、かけるくんの印象は。かけるくんは、うん、でもさっきの眩しい、キラキラ眩しいっていうのがすごい合ってます、私の感覚にはあーってなってますそれ褒めてるんですか。褒めてますよ、褒めてます、最大限に褒めてます、最大限褒めてます、はい、そうです。そんなかけるくんという、まあ、男の子がいるわけでございますよ。 TikTok とかね Twitter とかかけるくんもやってますし、結構演奏動画もね頻繁に更新してるんで、もしよかったら見てみてください。ちょっと聞けばですね、まあ、僕らが眩しいって言ってるのはちょっとわかると思います確かにで、まあ、イノケンに関してはですね、まあ、ギタリストなんですけども、まあ、知ってる方も多いかと思いますけども、井上さん何ですかね、なんて言えばいいんだろう、斉さん的にどうですか、井上さん。井上さんですか、なんか知れば知るほど味が出ませんかスルメみたいなスルメのようで実は面白い方、いや最初から面白いですね、最初から面白いですね、はい、面白い方、はい、ギターが眩しいです、ギターが眩しい、はい、いい意味で、いい意味で悪い意味でなんだろうそうですね、まあ井上さんはそのスラム奏法をバーッとこう駆使してですね、まあ、演奏してくれるわけなんですけども、今年の2月3月ぐらいに機材をですねすごく一新したんですよ。結構もう何十万もかけてそのシステムピックアップからもう足元からですね、はい、バーッとこう一新してですね、まあすごいサウンドですよ。すごいですね。もうライブハウスとかで聞くとなんかすごいね、ギターかなこれみたいな感じ確かに何の音だろうこれっていうぐらいのブーンみたいな感じの、はい、低音がすごいですよねこれはギターなのかなっていうね、ちょっとまあギターの概念を覆すというのです、はい、あれですけどね、まあ、うん、すごいですすごいです、単純にすごいです、はい。でまあ、そんな機材にねもうすごい見合うようなもうテクニカルで緻密ですごい繊細なプレーもですねもう見どころでございまして、昔から演奏しているマキシマムポテトとかね、星巡りの歌とかあるんですけども、最近もね井上さん新しい音源を作るべくもりもりとなんか新曲を作っておりまして、結構ね心がうにょんっていう曲が ありますね。タイトルなんだそれ。井上さん曰くこの曲が難しすぎて心がうにょんってなるんですっていう話で、なんだそれは。覚えやすいですけどね。そうですね。はい。まあその曲とかですね、もう普通にこのあすごいなんか大変だそう大変そうって。大変そうって。っていうような曲もあったりとかします。その井上さんのもですね、そのライブハウスで聴くともうとてつもなくもう迫力があって、やっぱ動画で見ると全然違う演奏が楽しめると思いますので、ぜひとも楽しみにしていただけたら幸いでございます。で、僭越ながら私自身もですね、まあ、演奏させていただく予定ではあるんですけども、なんか何をするのかしないのかわからないですね。最近僕落語にハマってるんで、はい、なんかこの落語いいなとかって思ったりとかして、そうです。嘘ですか？嘘で、あんまりやりかねないけど、やりかねないけど、自分のこの30分の枠の中でその落語をやって演奏してなんかね落語をやるみたいな感じ。メイン落語じゃん。メイン落語やるかわかんないけど、でも一応ギター弾けるんですよ僕って。実はご存知ない方も多いかもしれませんけど、最近パンが美味しく焼けるようになりまして。もうパン職人になってですね、すごいこの料理をどんどん極めているところではあるんですけども、包丁の研ぎ方もですね最近すごくうまくなってきてですね、包丁の形を作るのがすごい上手になってきたんですよ。だからもう包丁の切れ味は上手ですよ。すごいですよ。はい。そんな私ですが、実はギター弾けるので、ちょっと今回はたまにはギター弾けんだぞっていうところですね。やってこう、ドヤってこう見せてみたいなと思います。グ見せつけてみたいなと思います、頑張ってます。よろしくお願いします。まあそんな感じですね。そのさいちゃんとかけるくんといのくけんと、まあ、私の4人でですねこの関西ツアー今回初めて、回るので、ぜひですね6月10日から始まる名古屋、京都、大阪、滝沢プロダクション1周年ライブツアー、お近くの方いらっしゃいましたらぜひとも遊びに来ていただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。お恥ずかしいことにチケットとてつもなくだだ余りしておりますので、ぜひとも皆様お近くにいらっしゃいましたら遊びに来てくださいませ。一応30分ずつその演奏をし終わった後に1時間ちょっとぐらいですね、まあ、ご歓談タイムというか、まあ、ちょっと皆様とこの挨拶したりとかコミュニケーションするような時間とかもあったりとかするので、さいちゃんと会ってみたいとか、かけるくんの歌聴いてみたいとか、いのけんのテクニカルなプレイ見てみたいとか、竹谷さんの落語を聴いてみたいというふうに思っていただける方は、ぜひともチェックしてくださいませ。よろしくお願いします。じゃあそんな感じで終わりましょうか。はい、じゃあ最後にさいちゃんから今回のその関西ライブツアーに向けての意気込みをザラザラとしていただいて終わりましょう。そうですね。まあ、自分を出し切って楽しんでいただくことですね。出し切って、はい、楽しんでいただく。はい、頑張りましょう。頑張ります。頑張りましょう。そんな感じです。じゃあ終わりさせていただきます。はい、ありがとうございました。それではまた現地でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。さよならつって。出し切るですか。はい。自分を出し切る。出し切る。そうですね。難しいですね。はい。自分を出し切る。今は出し切れましたか。はい。おそらく。なかなか難しいですよね。はい、自分を出し切る。そうですね。はい。